はい、今度はですね、ちょっとギターを持ってみましたがね、先ほど左足で取れていましたね。これを1、2、3、4っていう風にね、1拍目と、2拍目、3拍目と4拍目、つまり2、4拍のね、バックビートのところをこう、外側に取るような感じにすると、非常にいいんじゃないかと思います。正面で見るとまた分かりやすいと思いますね。そして、かかとで取ると、こうね、かかとを上げた時に一緒に上半身も上がれるでしょうということで、こうね、上半身もこうバウンスして、リズムを取れるようにするといいと思いますね。ドラムに合わせてみると、3、4、1、2、3、4、ハイハットをよく聞いて、チッ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 、ね、ハイハットの2つ目のハイハットというか、裏拍のハイハットにこう上半身が反応できているとベストです。で、なおかつ足を1、2、3、4、1、2、3、4っていうね、よくこう、204拍をこう、手でこう、取るね、取ってるジャズの人なんかもよく見ますけども、必ずこの204拍をこう意識して取るようにしてみましょう。で、背中はね、まっすぐに伸ばさずに、力を入れずに、全身でこう乗れるようにするとベストだと思いますね。最初はこうね、ギターを振りながら、こうひねりも加えて取る練習なんかもしてみると、非常にわかりやすいかなと思います。1、2、3、4ですね。はい、それではですね、次にちょっと、メトロノームを使った簡単なリズムトレーニングをやってみたいと思います。